皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。昨夜放送されました、バズリズム2に、マーゼルが登場して、ビビットをテレビで初披露してくれました。このパフォーマンスが本当に素晴らしかったので、今日はそのお話をさせていただきたいと思います。まず、その前にビビットのミュージックビデオについて少しお話ししたいと思うんですが、 ビビットのミュージックビデオは現在人気急上昇中の音楽第11位となっています。このミュージックビデオも本当に良かったですよね。デビューの喜びが全体にあふれる、とってもポップで華やかで幸せな気分にさせてもらえる楽曲とミュージックビデオだなっていうふうに思いました。 初めて見た時に、あれだけとっても明るくてポップな印象のミュージックビデオなのに、なぜか涙が溢れてきてしまって、その理由をよくよく考えていたんですけれども、やっぱり彼らがデビューに向かって準備を進めて、いざそのステージに立つという過程が描かれているっていうのが、とてもこれまでのマーゼルの歩みと重なって見えて、すごく感動したんだろうなというふうに思っています。 なおやくんが持っているスマホにデビューを知らせるメッセージが届いて、それを見たみんなでとっても喜んではしゃぐ感じだったりとか、その後の展開に関しても、すごく自然体のマーゼルが見られる感じがして、最高の演出だなっていうふうに思いました。デビューが決まって、練習をして最高の形でデビューする様子が描かれていると思うんですけれども、 途中でダンスがルーツのメンバーはダンスサイファーで踊っている様子が見られたり、念願の生徒くんのブレイクダンスも少し映っていたり、エイキくんがダンスで少し行き詰まっている様子が見られて、それをみんなで励ましている様子であったり、とてもそれぞれのここまでの歩みであったり、ルーツというのが感じられるような演出もとっても良かったなというふうに思います。 最後に、りゅうきくんが街の人たちにインタビューしている感じもすっごく良かったですよね。本当にこの MV も見ているだけで、マーゼルのこれまでとここからが感じられるようですっごく良かったなと思います。そしてこの楽曲の中で、私が特に一番好きなフレーズは、この日、この時に待ち合わせしてたんだ、一緒にドア開くためにというところがすっごく好きです。 この8人はもしかしたら生まれた時からこの2023年の5月17日に待ち合わせをしていたのかもしれないなというふうにすごく思わせてくれるような歌詞でグッときました。そんなマーゼルのビビットを昨夜テレビで初披露してくれたわけですけれどもこのバズリズムのパフォーマンス本当に良かったですよね。テレビ初披露とはとても思えませんでした。 ミュージックビデオの中ではそんなにパフォーマンスが映されているわけではなかったので初めて見た振り付けなども多かったんですけれども本当にこれからデビューするグループなのと嘘でしょうと思うようなとにかく最高の8人が見られましたね以前ミッションの時にもお話しした気がするんですけれどもスカイハイさんがこのマーゼルというグループを作るにあたって 孫ことなきトッププロとしてデビューするというお言葉があったと思うんですけれども、それをまさに体現してしまってますね。こんなに完成された形でデビューするんだという驚きがとってもすごかったです。楽曲が始まるときには、縦一列に並んだフォーメーションから始まると思うんですけれども、そこから一人ずつ出てくるときの表情が本当に良すぎました。 楽曲の全体を通してみんな表情がとっても素敵でしたよね。この楽曲の冒頭で一人ずつ顔を見せてくれる感じがなんとなく個人的には b ー s t の b ーの始まりを思い出して 今でもやっぱり b ー,ーストが b ー,ーをやってくれるときには b ー,ーストメンバーの顔を一人ずつ見ていくととっても笑顔になってしまうんですけれどもきっとこれからマーゼルがビビットを披露してくれるたびに同じような気持ちになるんだろうなと思いながらあの冒頭の部分を見ていました。 この冒頭の部分で見せてくれる表情っていうのは本当にその時その時にしかない8人の表情なんだろうなと思いますので毎回この表情を見るのがとっても楽しみになりそうな楽曲だなと思いましたそしてパフォーマンスなんですけれどもいやー本当に全体を通してとにかく素晴らしかったですね歌もとんでもなく安定してて素晴らしかったなと思いますし 今回私が一番印象に残ったのは、先ほどもお話ししましたが、やっぱり8人の表情ですね。この生き生きした表情が、ミッションミッションの時や、それからプレデビュー曲のミッションと比べても、さらに磨きがかかっている感じがして、見ているこちらまでウキウキして楽しくなるような、そんな8人の表情を見せてくれたなと思います。そして一人ずつ少しお話ししていきたいなと思うんですけれども、まずカイリュウくんです。 カイリュウくんの声がこの楽曲にマッチしすぎてるなっていう風に思いました。マーゼルのカラーの一つとしてカイリュウくんの歌声というのは絶対不可欠なものだなという風に今回の楽曲でさらに強く感じることができました。そしてナオヤくんなんですけれども、ナオヤくんはやっぱり出てくるたびにまとってる空気がすごいですよね。 とんでもないオーラを放ってるなというふうに思うんですけれども、マーゼルがきらびやかで華やかで明るい印象になってるのは、間違いなくこのナオヤくんの存在がとっても大きいなというふうに思います。スカイハイさんもオーディション中に、ナオヤくんのパフォーマンスは感情が途切れることがないというふうにおっしゃっていたと思うんですけれども、本当にナオヤくんのパフォーマンスは一瞬の隙もないといった感じで、見ているこちらが本当に見入ってしまうような、 そんなすべての人を引きつけてしまうような魅力を持っているパフォーマンスをする方だなというふうに改めて思いました。続いてラン君です。個人的には今回の楽曲、本当にラン君の魅力爆発してるなっていうふうに感じました。ラン君が、おーいえーというところすっごい良かったですね。ラン君といえばどちらかというと繊細な、儚げな表現であったり、 楽曲が似合うなというふうに今まで思っていたんですけれども、今回のこのビビットで見せてくれるラン君っていうのはとっても力強くて、かつ花があって、まさにラン君がこのビビットという楽曲で、プロのアーティストとしてデビューするんだなということを強く感じるような、そんなパフォーマンスでした。とってもラン君かっこよかったです。本当にかっこよかったです。 そして、生徒くんと龍起くんの二人のラップなんですけれども、この二人の対照的な感じがまたとってもいいですよね。生徒くんのラップは、アイルザ・ショウタさんの言葉を借りると、息成分多めの声っていう感じなのかなっていうふうに思うんですけれども、こういった声質のラッパーというのが今までの BMSG にはいなかったと思うので、この生徒くんのラップが、 また、マーゼル特有の個性を引き出してくれていると思いますし、そこにあの、りゅうきくんのパンチのあるラップが掛け合わさることで、さらにお互いの良さが引き立っていますよね。りゅうきくん、本当にラップ上手いなというふうに思いながら聞いてましたし、表情もとっても良かったですよね。りゅうきくんのパフォーマンスを見てると、こちらまで思わず笑顔になってしまいます。そして続いて、タクトくんです。 タクト君も表情めちゃくちゃ良かったですね。今回のバズリズムでのパフォーマンスは、タクト君の歌唱パートっていうのはそんなに多くなかったと思うんですけれども、ただタクト君はやっぱり元々の持ち前のダンススキルも相まって、体全体で歌ってるような感じと言いますか、画面に映っているとすっごくタクト君に目がいってしまうなっていう風に思いましたし、 さらにやっぱりこれまでより一段と表情に磨きがかかっているので、そういった意味でもとってもタクくんに目を引きつけられる部分が多かったなというふうに思います。あと歌唱についてもすごいですよね。最初に BMSG に書類を送るときには、歌の音源を送ったら落ちると思ったので歌は送らなかったっていうタクくんですけれども、今のこの歌唱を聞いてるととってもそんなふうには思えない。 タクト君のもともと持っていたポテンシャルやセンスっていうのもすっごく大きいと思うんですけれども、それに加えてさらにものすごい努力があったんだろうなというふうに思います。先日のラジオ出演の中でも、スカイハイさんからタクトは本当にアーティストになりたいのかどうかわからないというようなことを言われた時に気持ちに火がついたという話をしていました。 この話はタクくんの口から何度か出ていると思うんですけれども、やっぱりそこでタクくんの気持ちにものすごく火がついて、天気になったことは間違いないんだろうなと思います。そんな気持ちが今回のこのパフォーマンスを生み出してくれてるんだなと思うと、本当にタクくんのパフォーマンスにもとっても感動しました。続いて、はやとくんです。はやとくんについては、 ミッションミッションの時には自分自身の癖を抜くことが課題というような話もしていて、スカイハイさんからも、ハヤトくんが持っているガールズダンスに傾倒した個性というのを、オーディションの初めの頃には前面にそれが出ていたけれども、それがアクセントとして時々出るくらいになるととってもいいねというような話をしていたと思うんですが、それが昨日のパフォーマンスでは本当に完璧にできてたんじゃないかなというふうに思います。 すごくかっこいいパフォーマンスの中に、時々見せてくれるウィンクであったり表情っていうのが、とっても隼人くんのキュートな一面を見せてくれてるなっていうふうに思います。そして最後にエイキくんです。エイキくんは本当に歌声がまっすぐですよね。彼の誠実なまっすぐな性格がそのまま歌声に現れていて、とってもストレートに心に響いてくるので、 エイキくんの歌声はどんな時に聞いてもとっても心を揺さぶられます。そしてもう今これを言うのは失礼になるんではないかなと思ってしまうくらいに、エイキくんがもともとダンスの経験があまりなかったっていうのは本当に全くわからないですね。すごいなと思います。それはもちろん海イリくんについても同じことを思いました。 いや、本当にみんなもともと持っていた特技であったり、逆にあまり経験したことがなかったこと、不得意だったことっていうのも、みしょみショの中では見られていたと思うんですけれども、その一人一人が悩んで、苦しんでもがいてきたことっていうのが、全部解放されて、デビューの喜びに満ち溢れている、そんなパフォーマンスを見せてくれて、 こちらまで本当に嬉しくて明るくて楽しい幸せな気持ちにさせてもらいました。マーゼルのパフォーマンス本当によかったです。いよいよ来週17日にはマーゼルが正式にデビューとなります。ミュージックビデオもすでに公開済みですので、ここからまた YouTube で色々な動画も公開されていくんではないかなというふうに思っております。 このビビットという楽曲が彩る世界をまたいろいろな形でいろいろなところで楽しむことができるのが本当に楽しみになるようなパフォーマンスでした。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。